じゃあ営業が上手くなるコツ、皆さんがお金を払う時っていうものはめちゃめちゃ幸福な状態ってお金を払わないんですよ。わかります？もう洗濯機もある、冷蔵庫もある、もうめちゃめちゃ幸福だっていう時は何にも買ったりしないんですよ。でも唯一お金払う時って、例えば雨が降って、ああだりーな、歩くのだりーな、ストレスを感じた時にタクシーに払ったりするわけですね。そうですよね。じゃあめちゃめちゃ暑いな、もうやだ、ストレスを感じた時にエアコン買ったりするわけですよね。物を買う、サービスに申し込む時っていうのは必ず何かストレスを与えてないと絶対に売れないわけですよ。じゃあ皆さんが何か物を売ろうとするんじゃなくて、ストレスを与えること、ストレスを思い出させてあげること、これが営業がうまくなるかうまくならないかのめちゃめちゃな分かれ目なんですよね。で皆さん、ボイスレコーダーってあるじゃないですか。こうやって昔あったね。でも今のボイスレコーダーは必要ないんですよ。でも最近このボイスレコーダーを何千個と売った人間がいます。これ誰でしょうかって言ったら、ジャパネットの高田さんなんですよね。ジャパネットの高田さんのね、売り方めちゃめちゃうまいわけですよ。ボイスレコーダーの機能、こんないい機能ですよ、こうやって使うんですよ、あ、これは簡単に使えるんです、こんな機能の話は一切せずに、彼が話したことっていうのはね、主婦の皆さん、こうやって想像してください。子供が帰ってきて部活からね、お母さんはね仕事に出てる、そんなね、暗い薄暗い部屋の中で、ね、もし一言でもお母さんから冷蔵庫にね、あの温めて食べてねとか、優しいお疲れ様とかいう声があったら、子供はどうやって思うでしょうとね、っていうことをテレビで言ったわけです。それがバカ売れしたわけですね。こういうふうにストレスを思い出させてあげるとか、不安を思い出させてあげるっていうのが、こうやって物が変えていく。しかもこの不安を思い出させてる時に、ファッシャーの法則っていうものがあって、 F っていうのがファミリーとかで、 A っていうのはアンサイティとか不安っていう意味ですね。そういう風なこの頭文字のファッシャーというものがあるんだけども、そういう人が物を購入する時って必ずこの6つのどれかなんですよ。どれかを買ってるんです。例えば皆さん、美容院に行きますよね。美容院に行ったのは髪が切りたいから行ったんですか？違いますよね。世界に一人しか、あなたが一人だったら美容院に行きますか？行かないですよね。なぜ美容院に行ったかっていうと、皆さんが髪を切るのは周りのね、他の人からどう見られるかっていうのを、綺麗に見られたいっていう思いを買ってるわけだから美容院に行ってるわけですね。そうですよね。意味わかります？皆さんが保険なんですよ。保険を買いますよね。生命保険でも医療保険でも保険でもいい。医療保険が欲しくて買ってるんですか？違います。皆さんの買ってるものは何かっていうと、将来自分が何かあった時、何か怖いからっていう不安があるから買ってるわけですよ。必ず人の買い物というものはこのファッションのどれかに当てはまるんです。子供の塾、ファミリーです。子供の将来が幸せ、不安だから、人は家族に関連するものはめちゃめちゃお金を使ってくれるんですよ。留学とか塾とか、めちゃめちゃいいビジネスになりますよね。こういうふうに何かこの6つに当てはまってないと、逆にですよ、この不安要素が絶対に物が売れないわけですね。こういう法則を知るか知らないか、だからルービックキューブと一緒なんですよ。あれって何億通りか何兆通りかあるわけじゃないですか、全部色を揃えるのって。でもあれを30秒でできる人とかいますよね、全然ね。でもあれはなんでかって、こういうフレームワークを使ってやってるから売れるわけですよね。世の中にはすごくたくさんの覚えないといけない知識とかあるんですけれども、これルービックキューブと一緒で、このフレームワークをやることによって、さっき言った6つの要素がファッシャーなんだな、じゃあ営業するときはこの要素に基づいて不安作り出す、ストーリーを作んないといけないんだな、このフレームワークがポンポンポンって浮かんだら勝手に売れていくわけですよ。だから売れるんですよ、物が。意味わかりますかね。そういうふうなことが重要だと思います。